はい、皆さんおはようございます。時刻は9時30分を回りました。今週もお届けしましょう。30分、ぜひぜひ聞いてくださいね。嘘のような本当の話のお時間です。本当の話ね、いろんな方にねお力添えいただきながら、番組進めていきますが、このね、YouTube ライブでね番組は、ネット配信してます。はい、ぜひぜひホームページからねアクセスしてみてください。サイマル放送も行ってます。スマホで聞く場合アプリリスラジかマイチューナーレディオダウンロードしていただきましたら、この番組もいろんな番組も楽しむことができます。はい、ぜひぜひね嘘のような本当の話がまた今週も盛りだくさんでありますようにね。はい、先週のお約束で、はい、今週もですね、はい、株式会社スペース NTK 笠井智子さんをお迎えしています。おはようございます。はい、おはようございます。笠井智子です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、はい、ドクター水素ボトル WO イーストの、北条正弘さんです。はい、おはようございます。おはようございます、はい、いやいや、話は笠井さん、はい、いないんですけども、先週ちょっとね、はい、あ、番組も終了だみたいな感じで、沖縄好きですよね、笠井さん。はい、大好きです、ね。ほら柴又なんつってからね江戸っ子チャキッとして、はい、そんな中で、沖縄への関心っていうのはもちろんね美味しい食べ物もあると思うんですけども、はい、やはりね、先週ちょっと言いかけていらっしゃった、はい、その星や雲がお空が近いイメージなんですかね。そうですね、で雲がまず近いっていうのを昼間感じるわけですよ、うん、そして日が暮れて夜になるとこの星空のきらめきの凄さを感じるのがやっぱり沖縄なんですね、うんうんうん、で私夏生まれなんで海も大好きですし、もうそういうのが一挙にこう来て、そして天国にやっぱり一番近い島であるっていうのも沖縄、うん、なのでそんな私の大好きな沖縄からやっぱり私のこの宇宙層への思いを広げていきたいなって思って、たまたまそのね北条さんが沖縄でじゃあラジオやってるからおいでよって声をかけてくれたのがきっかけですけど ね、はい、ね、種子島も近いし。そうなんですよ、種子島もう打ち上げ言ってくれればいい席取りますよ。そうですか、はい、行ってみたいね、本当このね、ぶっ飛んでいるようで実は身近に感じられる、うん、そんなね進めていらっしゃるご事業と、まあこの南の島ね、沖縄の居心地の良さ、景色、星、空、雲の近さ、まあね、私ももう11年目になってやっぱり改めてそういう風にね、はい、表現していただくと、あ、そうかもなって思える感じでしょうか ね、正直ね、沖縄の方からしますとね、はい、やっぱり当たり前の景色が実はそういう捉え方もあるなって思うと、うん、あ、そうかもって気がします。あると思うんですね。で、私あとこの沖縄に来て、その沖縄のお墓事情というか、うんうん、創造の儀の仕方、もうこれ職業病なんですけども、うん、そこの歴史にすごくもう興味を持ちまして、うん、そこからいろいろ調べ始め、で、毎回来るたびにね案内していただいたりするんですけども、なので地球と宇宙のその創造の儀っていうのがもう合体したところはなんか沖縄なんです、今自分の中では。あ、なるほど。まあね、この厳粛な、ね、沖縄の創造の儀じゃないですか。でもそこに新たなその送り方、創造の儀を入れることによってなんか新しいもの、それが沖縄だからなんかもう私はすごいワクワクしてるんですけれども、そういうのがこう発掘できるんじゃないかなと思っています、今。なるほど、まあ、確かにね、埋葬という部分、もちろんね、火葬してっていうね、うん、日本という国の常識考え方、お墓の大きさ、サイズねあるじゃないですか、はい、うん、で石の種類とか、僕も三國さんからね、それこそ伊藤さんからお話聞かせていただいて、はい、もうとてもとても深い琉球王国時代からのね、うん、すごいですよね、この歴史は、ね、本当に、うん、であれでしょ、新月と満月の日をね、うん、すごく沖縄の方は大事にされて、そうですよね、でね、先祖へのお参りって必ずね、うん、言われるですよね、言われますよね、うん、ちょっと今月の話が出たんで言っちゃってもいいですか。あ、月並みですがではなくてね、はいはいはい、月の話が出たのでこれね、そうだ、笠井さんからビッグニュースが、はい、本邦初公開なんですけれども、はいはい、もう本当に先月3月の初めにですね、うん、まあ、業務提携ができまして、皆さん月への
もう移住計画が世界では始まってるっていうのはご存知だとは思うんですね。なんだこれアルテミス計画というんですけども、でそこの中に日本の月面探査機が、まあ、月に行くことになったんですね。で、まあ、NASA が主導をしている中で先週お話ししましたスペース X 社のファルコン9に乗って月まで行くんですけれども、うん、でその探査機の会社と、まあ、契約をいたしまして、探査機の中にご遺骨を埋め込ませていただくんですね。すごいですね。そして来ましたよ、月に到着します。映像がガーッと出ます。月面が見えますと同時にご遺骨が月面に到着するということは、月への散骨イコール月をお墓にすることができることになったんです。でこれがですね、しかも今年の6月までに申し込めば今年の秋にもう月に行けるという、もう超ハイスピードな笠井さん、はい、お骨のね、はい、まあ、例えば、お納め先がね、はい、お墓が決まっています、はい、でもご自宅に、まあ、ご遺骨があります、はい、じゃあそのご遺骨は分散してもいいんですか？もちろんです。まあ、月もね、本当はたくさんご遺骨をね持ってきば行きたいんですけど、はい、今はまだ1グラムから10グラムまでの分量しかお持ちすることができないんですけれどもね。それでも ね、お星様になるもそうですけど、その新月ね、とてもとても大切にされる沖縄の、方が、だって僕もフェイスブック、もう新月どこったらうちの家の方月の写真ボー並びますよそうですよね、そのぐらいすごいですよね。でその月に、何ですかお骨をね、ご遺骨をね、はい、もう月はもう目に見えるじゃないですか、ずっと半永久的に、ね、すごいですよね。いつでも手を合わせられる。もう月を見てれば、月を見る。なんていうんですか、月母じゃないですけど。なんていいですかね。まあ、月のお祈りじゃないですけど、でもその探査機はずっと半永久的に月に残るんですね。で、2025年に、まあ、宇宙飛行士は人がもう月にまた再び舞い降りることができるようになるんですね。アポロ計画ですね。そうですそうです。はい、そうするとその探査機があるのがもう分かるので、その方たちに写真を撮って確かにあるよっていうのを確認することもできるんですね。なるほど。で多分2025年には日本の宇宙飛行士が行くことになると思うんです、その何人かの中に。すごいあまり小僧さんぼーっとしてるとか置いてかれそうな話ですよね、はい、すごいですね。なんかね、それこそ三国糸和さんの本当にそこの部分というかね、はい、じゃあね、そっちを選ぶ、あ、いや両方選ぶ、ね、あ、それもありですね、うん、みんなで集まれる、うととしね、から親身できるようにみんなで集まれるところへのご遺骨と、ね、うん、月に、まあ、多様化する価値観の中でありですよね、はい、ね、びっくりするようなお話ですけど、うん、ちょっと想像力をたくましくしてみると、はい、何度も申し上げるんですけど、お星様とお星様、お月様に、はい、で、あと何でしたっけ、旅行ですか。はい、噂に聞いたんですけど、それ宇宙の成層圏でね、はい、要は、うん、そのみんなで何ご葬儀、はいはい、私はちょっとご説明が分かりやすく気球型の宇宙船っていうのが、まあ、アメリカのフロリダの会社が作ったんですけども、実際今実験で何回も飛ばしてるんですけども、8人乗りの宇宙船なんですね。でそこで私は宇宙性善層をしたい、その思いでいろいろ問い合わせをして聞いているところなんですけども、まあ、普通の人はそれで宇宙旅行が行けるんですけれども、2時間かけて成層圏まで行きます。そして2時間成層圏を浮遊し、で2時間かけて地球にまた戻ってくる、トータル6時間の宇宙旅行なんですね、うん、で、まあ、地球から、30キロから40キロメートルの高さまでなので、完全に宇宙の、ライン、カーマンラインを超えていないので、完全に宇宙とは言えないんですけども、うん、最も宇宙に近い宇宙旅行ができるという、うん、まあ、そういう旅行なんですね、うん、まだ酸素はある場所なんですか？あります。だから無重力にもならないので、そこではお食事もできます、お酒も飲みます、で何やっても大丈夫なんですね。まあ、電源とかは多分
そこでは取れないんですけど Wi-Fi が効いているので地球との交信が成層圏にいた段階でできるようにもなるんですね。で楽器も充電している楽器であれば例えばギターとかピアノとかも持ってって演奏することはできるんですね。だからそこで音楽を流しながら私は宇宙戦前奏をやりたいなと思ってるんですけれども、例えば楽器をする人だから歌を歌う人だったら宇宙でコンサートとかできるってことですよ。その宇宙で、そう宇宙宇宙コン婚活で婚活パーティーもできます。あ、結婚式もできます。婚活宇宙合コン合コンもできるんですよ。これも4対4、あ、もう 4組できますよね。2台の4組で、でパイロットの人がちゃんとついてますし、トイレもついてるんです。これなんかベンチプレスとかで鍛えまくっていかなくても、ね、普通にいけるんですよ。大丈夫です、大丈夫です。ほら虫歯があっちゃダメだとか言うじゃないですか。そんなのないです、大丈夫です。もう杖をついていても例えば車椅子の方でも心臓がちゃんとしていれば大丈夫です。なるほど、はい、それがなんとパンフレットね、さっき見ましたらね、17万5千円1人じゃ、ね、じゃないよ、じゃないよ17万5千円ドルね、ドルですドル、うんね、結構17万5千円頑張ればいけるなと思ったけどそんなはずはないか、はい、そんなはずはないですドルと絵をねそれみんなが応募しちゃいます、ね、めっちゃいます殺到してしまいます遊園地みたいにバンバン飛ばさないといけない。いや、いくらだ、ま、ん1750万、まあ、もうちょっとか2000万ぐらいですね、はい、日本から、5泊7日 の, そのツアーを組ませていただいてるんですけども、貸し切り割り勘じゃなくて、はい、1人2000万円です、ね、はい、皆さん勉強しましょうね頑張りましょうね、はい、衝撃的な事実の後に一旦コマーシャル入りましょう頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に。WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、一切嘘のような本当のまま、ね、皆さんいかがでしょうか。で宇宙ですよ、宇宙時代は。で、そうですね、はい、沖縄のね、はい、うん、確かに風習というかとても大切にしていきたい、受け継いで、ね、受け継がれていきたい、こといっぱいあると思うんですね、うん、やっぱりお墓に行ってからねって言っても実は、ね、日本の人口的にもね、お子さんの数が、政策上もどうしたらいいんだろうっていうぐらい非常に少子化が進む中で、はい、お墓自体をこの維持していく、うんうん、ということがすごく困難な時代になってきているのと、はい、やっぱり私たちもね含めて人は年を取りという部分では、うん、はい、高齢化社会がね急速度に進んでいる今日本の中で、うん、本当にそういった価値観っていうのも変わっていきますよね。でもね、そうですね、まず葬儀自体が変わりつつ、ね、もうほとんど変わってきてますね。日本全体が変わってきているのでその後のもう部分もだん変わってくると思います。そうですよね。で同時に、まあ、そういった時代をね引き起こした経済金融政策あったと思うんですけど、うん、いい時代にねよくほら、ペット科、のマンションがね人気があったりとか、はいはいはい、要は観念としてね、うんうん、人 の, 家族一員というようなね、ペットちゃんがね、うんうんうん、あるじゃないですか。これだからワンちゃん猫ちゃんだけじゃないですよね。ワニちゃんの人もいれば、そうですよ、インコちゃんもいるし ね、インコちゃんもね、いろいろいると思うんです、うん、でもその家族の一員がっていうと大変ね、悲しい思いをねされる方がいらっしゃる中で、うん、笠井さんのね、はい、スペース NDK さんの方では、はい、ペット層というのもちょっと力を入れてらっしゃると聞いて、あ、はい、もう私にとっては私も今現在猫を2匹飼ってるんですけども、やっぱりペットも本当に家族の一員で、うん、もううちのダーリンなんかはお父さんが亡くなった時は泣かなかったんですけど、猫ちゃんが泣いた時はもう号泣をしたという、まあ、そういう事実もあったりするので、うん、私はそのペットも重要視をしているんですね。でやっぱり日本の中ではペットの骨と人の、ね、ご遺骨を一緒にっていうのは何事だっていう人もまだまだいる中、もうペットちゃんと、まあ、人のご遺骨も一緒に宇宙に飛ばした、うん、打ち上げた方も前回いらっしゃるんですね。あ、実際それはね、はい、それはね、ワンちゃんの毛も一緒に納めました。でペットちゃんも一緒ということで、今回ですねこの2月から今年の6月までちょっとキャンペーンをやってるんですね、はい、でペットちゃんに限りなんですけれども、まあ、5グラムぐらいって言いますと、ティースプーンに1杯ぐらいの
分量なんですけれども、うん、こちらをですね、10万円、税込み10万円で、打ち上げることができますよと今キャンペーンをしております。まあ、第一弾締め切りは6月なんですけれどもね、まあ、その次回にも載せることを視野に入れて、まあ、第2弾も、まあ、年内はそのキャンペーンを行っていこうかなと思ってるんですね。通常はだいたいですね、カレースプーン1杯分ぐらいが55万円で、はい、打ち上げさせていただいてるんですけど、ちょっとコストを抑えて分量もちょっと少なくなっちゃうんですけども、まあ、そういったキャンペーンも今やらせていただいてます。なるほどね、はい、実際それがもうさっき、ね、おっしゃってたあの証明書としてね、はい、うん、こういうふうにこのいついつのロケットに乗って宇宙に行きましたよ、はい、星様になりましたよって証明されます、はい、でもそのプロセスというか過程はね、はい、例えば、まあ、わかんないですけど写真なのか、動画なのかで、はい、そのなんて言うんでしょう、ペットを飼われてたご主人様なのか、はい、ね、うん、あのお見送りをする方の方にと、はい、いうのは他には何か実際そのロケット見に行けるとか何かあるんですか？あります。あの打ち上げツアーというのも組まさせていただきまして、これあのご遺骨だけではなく私はその生きている人たちの宇宙への思いっていうのを、まあ、メッセージカードに託してもらったり、まあ、DNA を髪の毛とか、ね、爪を切って、まあ、宇宙に打ち上げて DNA 宇宙飛行士になるんだみたいな形の人たちにもこう思いを託すためにこうつなげてボックスに入れて収めて打ち上げるんですけども、それを申し込んだ方だったらどなたでも権利を、もう打ち上げツアーに参加する権利をあの与えているというか、一緒に行こうっていう形で声をかけさせてもらってるんですね。そうすると、まあ、アメリカはフロリダまで行くような形になるんですけれども、フロリダ打ち上げからですね、大体7キロメートルぐらい離れたところになるんですけれども、実際にも目の前で打ち上げするところを見ることができます。なんでしょう、普通に生きてますとね、小澤さん、ロケットが打ち上がる場面はやっぱりテレビとかネットでしかね、あの見えないのが人間じゃないですか。見に笠井さんももちろん行っちゃってる。もちろん去年行きましたよ。どうなんですか、どうなんですかっていうか、もうね、音はやっぱすごいです。音すごいです。もうお腹の中グワーってくるぐらい、もう本当に地震を体験するような感じなんです。であと地震よりすごそうですね。風とかは来るんですか？風はねあまり来ないんですけど、音とあと熱、いやロケットの火がすごいじゃないですか。熱がブワーっとくるんですよ。でその音も打ち上がってちょっと見えなくなるかなっていう思って後から来るんですね。グワーッと鳥が一緒にしてブワーッと飛び出すんですよ。その音でちょっと子供みたいなこと聞いていいですか？そのロケットっていくらぐらいするんですか？大体知ってます？ピンキリ松竹みたいな、ですね、もう、ね、こううなぎじゃないけどあるかなとかね、やっぱりほら何するかですよね、そのロケットで。まあそうですね、本当に小型の、ね、ロケットからもう人が乗る大型ロケットまでありますんで、それは想像絶する世界ではあるんですがただ後のことは想像に及びますね。あ、そうです。何でも言うんですけど、そのお星様月をね、うん、見上げて、あ、なんとかちゃんね元気ねって、うん、私はなんとかやってるよっていう、なんかこう対話というかね、はい、対話が成り立つようなねイメージっていうのはすごくありますね。もうこれはね体験してほしいですね、皆さんに。本当にね、でフロリダって大体1週間いると 2,3 回打ち上げを見ることができるんですよ。漏れなくぐらい、漏れなく、もう海水浴しながら、あ、打ち上がったみたいな感じで、それを見に行くだけでも結構楽しいです。すごいですね、はい、いやすごい世界です。ね、しんみりと本当にすごい世界なんですが、はい、うん、ペットちゃん僕もね飼ってたことがあって、やっぱりそういったやっぱりお別れね、人でもお別れってずっと人の心に残るって言いますけど、うん、なんかまた会えそうで、ずっと会えてそうで、確かにねいいですよね。あのペットロスの方にはねすごくいいねって、その獣医師の先生なんかは言ってくださるんですね。あと、まあ、人間もそうなんですけど、皆さん今下を向いてるじゃないですか。でもそのロケット宇宙散骨をすることによって上を見上げる
ことが多くなるんですね、うん、もう毎日のように、ね、うん、打ち明けた方はそうするとやっぱり上見ることによってなんか視野が広くなって明るくなる、ワクワクする気持ち、明日も頑張ろうっていう、もうこんなことでくよくよ悩んでいっちゃいけないっていう、そういう気持ちになるっていうのは聞いたことがあります。なるほどなるほど、ね、はい、じゃあ ね、はい、最後に一旦ね CM に行ってから締めくくっていきましょうかね、はい、はい、頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル、体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に、 WOO イースト株式会社、電話番号 03-3527-2211。 はい、嘘のような本当のはね、お届けしていますけれどもね、もう後半になってきまして、そうですね、うん、宇宙皆さんにとって、まだまだこれからかもしれないんですが、いろんな情報をねまた笠井さんに通してお届けできたらと思うんですけども、はい、あとそうそう、そういえば、はい、あれですよね、水素があってほら、はい、ちょっとね、うんうん、報告したいことがあるんですけども、実は私の会社の顧問弁護士の先生がいるんですけども、彼はですねその結婚を機にということで自分の髪の毛と奥さんになる髪の毛を、まあ、打ち上げたんですね、宇宙に。おお、でまあ、今頃毎晩こう楽しんで見てるそうなんですけど、まあ、その先生が去年11月にまあ、その宇宙に打ち上げた報告会というのに出席していただきまして、でその時にもちろん北条さんにも出席をしていただいたんですけれどもそこでですねなんか気があったんですよね、席が近くあったのが、うん、でその水素の話になってものすごく乗ってきて、まあ、結局弁護士先生に2台買ってくれたんですね、はい、でなんで先生って私聞いたら、僕ね新婚だから言うんですね、うんうん、でもう年齢もちょっとある程度いってるので、うんうん、頑張んなくちゃいけないからさっていう感じで、うんうん、今、はい、うん、もう毎日吸ってらっしゃるということと、あとお母様に、うん、はい、やっぱりちょっとこうなかなか起き上がることが難しいお母様なので、なんとか元気つけてほしいということで、うん、はい、あって今素敵です、ね、一生懸命毎日頑張ってるよっていう報告をですね、聞いております。そうですか、はい、素敵な、ね、ご夫妻であり、うん、お母様にとかねっていうのもやっぱり、情報ってそういうね、例えば私たちのお母様やお父様の時代って、うん、じゃあそれこそさっきのね上を見るじゃないですけど、うん、下見てねスマホいじって LINE やってるかって、そうでもなかったりするじゃないですか、ね、そうなんです、うんうん、でそんな中そういうお母さんがねやっぱり長生きしてくれたらなっていう思いを、うん、なんかこのね水素ボトルで届けられるようなところがあったら、それも素敵なことですよね、やっぱりご長寿にいいですかね、お嬢さん、ね、めちゃくちゃいいですやっぱりね、うん、親子でね、血流がね、うん、なんかお年を召すと悪くなるっていうのは変な話なんですけど、まあ、代謝が衰えますからね、いわゆる最近よくねテレビでもやってるゴースト血管ですね、あやってますね、血管が消えてなくなっちゃう現象、うん、これは血流を戻してあげれば血管が復活するっていうことも分かっているので、と血流が良くなれば、まあ臓器の血流が元気になれば、例えば臓器から出てくるホルモンだったりとか、そういうものがね、量がまたたくさんなれば、この前出てもらってた下地さんという人なんかは1月の1日から1ヶ月1日4時間吸ったら血糖値がですね11から8まで落ちたすごい、下地さんですね、そうそう 3落ちるってありえないですよ糖尿病で、もうお医者さんもびっくりですよね、そうなったらしかも1ヶ月ですから何があったんじゃないかと思いますよねでも体重はそのままなんですかいや結構スマートになってきましたやっぱりねえ、そうしたね、なんかこれ異常だよ君ってねお医者さんに言われた人にもね、うん、そうだし、まあそういったね、はい、我々世代の上のご長寿の方にもね、うん、でもそのお元気のもとになる可能性が非常にあるのかなって思ったりしてます、はい、ね、はい、ドクター水素ボトルのお嬢さん、はい、ね、今週もありがとうございました、ありがとうございました、ね、はい、宇宙層、ね、ベッド層、ね、はい、これからいろんな形で、皆さんにお届けしたい、スペース NTK 代表の笠井智子さんもまたの、はい、ご来店ご来店、ね、ご出演お待ちしております、はい、ありがとうございました、はい、また来週お届けします。